はいどうも。じゃあね、やってこう戦闘。じゃあゲームを再開します。ちょっと戦闘楽しみなんだけど。この剣で平和を切り開く。かっこいい。参ります。何あれ、あれコーマなんだ。あの敵はあれもコーマなのか。あれはクグツ騎兵よ。クグツ騎兵、魔力によって生み出された機械の敵です。ニーヤみたい。一体一体はそこまで強くはないけれど、複数で囲まれたら厄介な相手よ。うんうん、機械生命体かな。移動とジャンプについて、エグで、移動して、バツでジャンプ。あ、二段ジャンプができるんだ。で、ダッシュは、ああ、同じだね。はいはいはい。で、カメラ操作。ああ、これも同じかな。で、L2。R 押し込みでも、視点が正面。ああ、なるほどね。うん。雨宮さん、あなたは天撃前のコーマを倒してちょうだい。あれ天撃前だね。おお、はいはい。攻撃、連続攻撃について。丸で弱攻撃、三角で強攻撃。はい。あーで組み合わせで、あーなるほどね。ポーズ画面について、オプションでポーズ画面が開きます。操作中の機体の連続攻撃はポーズ画面で確認することができます。ちょっと見たい。あ、三角1で1回で自動で接近してくれるんだ。なんか丸々三角強そう。あ、空中攻撃もあるんだね。私とクラリスは敵を倒しながら逃げ遅れた人がいないか確認する。うん。さくらさん、天撃の守りはお願いします。任せて。任せてください。とどめ。あ、かっこいい。はい。あ、だけどこれあげだな。危ねえ危ねえ危ねえ。はい、とどめ。あの、なんだろう、自動で。あの数のコーマを一人で倒すなんてすごいじゃないか、さくら。自動でこう視点移動してくれない。これくらいできて当然です。私は帝国歌劇団花組の隊員なんですから。いいね。大したものだよ。よし、機体の損傷に気をつけて、引き続き頼む。全部倒しちゃおうぜ。余裕だよこれ。体力について、ダメージを受けると画面左下の体力ゲージが減少します。体力が少なくなるとゲージが赤くなり、画面の端が赤く点滅。いやらしいやつね。で、任務失敗について、出撃している隊員全員の体力が0になると、任務失敗となり、途中もしくは最初から、やり直しできるんだ一応。あ、なんか強そう。さっきのクグツ騎兵とは少し違うな。さくら、やつの攻撃には気をつけろ。シャア専用みたいな。回避について、R1 で回避を行うことができます。回避中はダメージを受けないので、あ、無敵時間的な感じね。敵の攻撃をかわしたい時に使うと有利に戦うことができます。ジャスト回避あるんだ。タイミングよく敵の攻撃を回避するとジャスト回避が発生します。ジャスト回避に成功すると操作機以外の動きが遅くなり反撃のチャンス。ああ、いいね。ジャスト回避やりたい。ジャスト回避やりたいけど、死んじゃった。回復アイテムについて、敵を倒すと体力、もしくは
霊力を回復するアイテムが出現することがあり、近づくと、取得することができます。回復アイテムは一定時間で消失します。あ、そうなんだ。さくら、あ、本当だ、吸い込んだ。止まれたら危険だ。漁師探知機で自分の周囲の確認は怠るなよ。おお、了解。探知機レーダーについて、画面右下に表示されているレーダーで自分の周囲の状況を確認することができます。何、あのレーダーの敵の数やばくない？私は一歩も引きませんと。危ない危ない。三角がすごい。神山さん、雨宮さんの霊力が 100% になりました。あ、マジ？今なら雨宮さんの必殺技が放てます。必殺技でしょ。さくら、必殺技で目の前のコーマを一掃せよ。危ない危ない。必殺技って何？霊力について、霊力回復アイテムを取ることで、画面左下の霊力ゲージが増加します。必殺技について、霊力ゲージが最大まで溜まると、四角で必殺技を出すことができます。必殺技を使用すると霊力がゼロになります。まあそうだよね、四角ね。いっとるわ。宝具展開するわ。おお、はい、ちょっとアイテムは、はい、じゃあ行きます。アイテムちゃんと取らないとね。月への撃破を確認。さくら、本当によくやったな。余裕よ。はい、私やりました。隊長さん、こっちも終わったぜ。帝都のみんなにも被害はなしだ。私たちもやればできるんですね。ちょっと自信がついちゃいました。みんな本当にお疲れ様。神山くんも初めてとは思えない良い式でしたわ。さあ、まあね、戦いは終わりよ。雨宮さんたちも兵撃に戻ってきてちょうだい。このまま上海の方を助けに行くのもありなんじゃない？ちょっと回避がまだあれだね、投げてないね。なんだろう。魔撃空間展開。おっと、すごい。ああ、危ない危ない。なんだ。やばいやばい。クライス。映像映してあげて。今こちらでも分析してる。銀座大通りのカメラも接続回復しました。映像、うん、出ます。出して。これは銀座大帝国劇場周辺に強い揚力でできた空間が発生しているようです。そして私たちはその中に取り込まれました。あら、揚力でできた空間こんなことができるなんて。神山隊長、私の後部は何とか動きます。うん。これは私に任せてください。点検、ここにあり。
さくら、一人では危険だ。退却しろ。退却って、でもどこに、うん、ここどこよ。空間から出る方法を見つけないと、先に進むしかありません。どこ、ここ大丈夫みんな、はい、とりあえず機体から出た方がいいんじゃない。おっと、閉じ込められました。量子探知機に反応があります。中に臭い魔法陣ですね。空突き兵、さくら注意して戦うんだ。余裕よこいつら、こんな雑魚余裕よ。もう三角だけで、痛い三角だけで倒せる。いいね、三角追尾してくれるから、もう三角だけでいける。そこ、これで、と、よっ、はぁ、さくら、お前、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。危ない危ない、大丈夫だよ。ありがとう、二人とも。危ない危ない、あ、これだ、ジャスト回避、ジャスト回避。あ、かっこいい、あ、好き。ちょっと三角しか使ってないところで、三角が使いやすすぎて、ちゃんとねあのアイテムを、これ何、これ破壊できんじゃん、破壊しよう。わーい、行きます。あら、ちょっと強いの出てきたね。ちょっと止め、あ、痛い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 、そこ、えい、こらった、あぶな、だー、えい、余裕よ、いきましょう。あ、痛い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 、あ、これ攻撃モーション中回避できないな。まあなんとかなるっしょ。大丈夫か、霊力だってもう。心配無用です、まだ大丈夫。けどよ、お前一人じゃ。それでも私がこの空間から出る方法を探さなきゃ。さてさてさて、さくらさん、上海歌劇団がきっと来てくれます。来てくれないよ。それまで待ちましょう。待ってるだけなんてできないよ。私がみんなをデートを守らなきゃ。なんだこのこの場、壁はみたいな、そんな感じだよ。いいね、楽しいぞ、これ。敵弱いからいけるね。あ、冷圧も溜まってきた。冷圧じゃないか。なんか落ちてないかな。落ちてないのか。うえ、来いよ。ほら来いよ、一掃してやる。ここ装填した刀、
いいね。いいね。はい。で、この辺のクリスタルを破壊して回復しつつ、あ、なんか強そうなん出てくる。大盾。なんだあの敵は。敵倒さなきゃ。ちょっとやばいよ。さくら、もういい。撤退して上海過激団を待つんだ。撤退できないよこれ。いいえ、私は戦います。この胸に正義の火が灯っている限り。とりあえずこの辺の、この辺のを、まず、回収して必殺技ゲージ溜まればこっちのもんでしょ。何後ろ向いてんだよ。おい、攻撃を盾で防ぐようです。さくら、後ろに回り込んで攻撃するんだ。了解。余裕。やった。すごい、さくらさんすごいです。やるじゃねえかさくら。よくやったなさくら。おっと、さくら、まだです、まだやれます。さくら、君はなぜそこまで頑張れる。この程度に済むみんなのため、栄光ある花組の名を汚さないと。何より私自身の夢のために、指一本でも動いていた限り、私は絶対に諦めない。さくら逃げろ。攻防捨てて逃げるんだ。完全そう。おおおお、上海過激団参上。こんな程度か。帝国過激団とっとと解散しちまえよ。いや、まず敵倒して。解散なんてしません、絶対しません。口だけは達者だが、そんな無様ななりで何ができるんだよ。諦められないって言うんなら諦めさせてやるぜ。おっと、ちょっと待ってシャオロ。ああ、サクラ、私はあんたが嫌いじゃない。あんたの平和を愛する気持ち、わかるよ。あんたは頑張り屋さんの本当にいいやつ。でも帝国歌劇団なんかにいたらダメになる。上海歌劇団においでよ。引き抜きですか。上海歌劇団に。そう、上海歌劇団で一緒に帝都の平和守ろう。おっと、私の夢は新宮寺さくらさんのいた帝国歌劇団で悪に立ち向かい正義を貫くこと。あの時さくらさんに助けられたあの日から夢を忘れたことは一日だってなかった。その夢があったから私は歩いてこられた。その夢があったからいつだって前を向けた。その夢に支えられて私は今まで生きてきた。
だから、いけません。そうか、残念だ。交渉決裂だな。もういいだろ、ユイ。あとは俺がやる。ちょっと、死んじゃう。私は絶対にその夢を諦めない。辛くたって、痛くたって、悲しくたって、悔しくたって、泣きたくなったって、絶対諦めない。何度でも立ち上がってやる。さくら、君に比べて俺は、あの時マリシテンはまだ生きていた。機関だってなんとかなったかもしれない。動きさえすれば体当たりで仕留められたかもしれない。いや、もっと時間を稼ぐことだってできたかもしれない。俺はあの時本当に全力を尽くしたのか。今のさくらのように俺は折れない心で立ち向かったのか。そうだ、ずっと胸に引っかかっていた。くそ、あの時もここに来てからも同じだ。俺は逃げていた。仕方ないって言葉で、全力で頑張ることから逃げていたんだ。そんな中途半端な気持ちで、さくらと共に戦っていけるわけがなかったんだ。俺も戦う。俺にも戦わせてくれ。俺の期待、なんでだ、なんでないんだよ。予算がないからね。神山君、その言葉を待っていたわ。おっと、将芸丸来ました。あ、来ちゃった。びっちり周りを済ましたよ。お疲れ様。さすが敏腕メカニックね。よくやってくれたわ。さあ神山君、あなたの出番よ。お行きなさい。ジャストタイミングね。あれは、あれは